皆さんこんこにちはユニタイムズの時間ですこんにちはユニタイムズって何やっていう人がまあ中にはいると思うんですけどね今日は第1回目なんでユニタイムズはどういうものかということをえま簡単に説明しますと、まあ、世の中にはいろんな出来事とかまあ事件とかニュースがあると思うんですけど まあこの番組ではそれをさまざまな方向からちょっと検証をしてみようというまあそういう感じの番組ですねはいえということでございますちょっと恐ろしい番組でございますそうなんですよあの今ねあの急に違う人が声入ったんですけどどっちかというとこの番組は僕がメインというよりも彼がメインですはいえおっちゃんがメインでなってますはいで僕は兄ちゃんです はい、とといいいいう感じで、はいえー、お届けしていきたいと思いますこの番組は恐ろしいユニタイムズって何なんですか、えー、ちょっとねあんまり第1回目なのでね、まあ、恐ろしい恐ろしいって言ったら何なのかと思われてしまってはいけませんので、まあ、恐ろしいというよりは、えー、本当にね、えー、普段耳にすることができない、えー、かなり深い内容を聞ける、まあ、そんな番組だと思います。 いうことを言いたかったわけですけれどもね。まあ、確かに、まあそういった意味では恐ろしいとも言えますよね。なかなか本当に普通に生活してて、おそらく信じることができないようなあの内容になるような気が多分にするんですけどね。はい、えー、そうだと思います。まあぜひあの今回第一回目ですけれども、第二回、第三回と続いていきますので、ぜひ。 楽しみにしていただきたいと思いますということで今回第1回目はねどんな内容にしようかと考えてるんですが、えー、実はねあのこの兄ちゃんの方がですね、えー、福島県に最近行ってまいりましたそこで、えー、まあ得た情報っていうんですかそこで仕入れてきたお話 それを今回、いろいろとちょっとこの聞かせてもらおうかなと思ってるんですけどどううでしょうかはい、まあ、本当に少し前にあの取材で福島県に行ってきたんですけどもま、あまあなんか、じゃあきょは第1回目ということでまあその報告がてら、なんかいろいろお話ししていくようにしますか。はい、えー、そうですね 多分あの聞かれる方にとってはやはりあの非常に新鮮な内容になるんじゃないかと思いますね、まあ、いろんなあの福島に関する話っていうのはたくさんある中で新鮮じゃないかなと思います、はい、そうですね結構あの福島県に行った人っていうのはあのたくさんいてもうあれから1年以上経つんで、まあ、本当にねさまざまな情報があると思うんですけど えー、まあ僕が取材をしに行ったのはまあもう詳しくはやっぱ言えないんですけど、まあ、メディア側の人たちだったりとか、うん、あとはあの、まあのま行政とかその国側の人たちですよねはいまあその辺にちょっとあのまあまあ、コネを使って、はい、<laughs> あの入っていってちょっといろいろ真実を聞いてきたっていうような感じなんですけども。そうですね、はい じゃあその辺の中でいろいろな、ねあのー、話はあると思うんですけどもどこからいきましょうかね。まず一番最初にも結論を、まあ、言ってしまいたいんですけどもよくダブルスタンダードっていう言葉を聞いたことがあると思うんですけど<は>、まあ、福島県においては まあそれがですね、まあ、トリプルだったりとかあとはまあもっとそれ以上だったりとかする、まあ、いろんな情報があると思うんですけどその中でも国外に向けての情報、うん、それと国内に向けての情報、うん、それとですね、まあ、これまでがまああのダブルスタンダードなんですけど、はい、まあそれと あと1つあの福島県に向けてのね情報っていうのがあるっていうことをね、うん、あの向こうに行っていろいろ取材を重ねるう,、まあ、うちに気づいてきたというかまあその分かってきたんですよね。でこれは何だろうまあ言えば福島県に住んでる人たちっていうのは自らそら外に出て。 情報を知ろうとしない限り、自分たちの住んでる場所のこともよくわからないっていう人が、やっぱ中にはいると、うんまあ。若い人たちとかだったらね、何の問題もないんですけど。うんうんうん、まあね、あのー、分かりますでしょうかね。まあいろいろなその情報がある中でね、えー、どこに向けて配信している情報なのかということで、 えー、同じ一つのところから配信されていてもなんかいろんな種類の放送報道の内容があるんだと、えーまあ、そういうふうに理解したらいいんでですすかねねそうですね、あのー、皆さん、おそらくご存知だと思うんですけど、あのー、少し前にあの福島の嘘っていうね そうっっていうねうね、うん、ドイツかどっかどのそうですねドキュメンタリー映画だったですかねはい、はい、もう今 YouTube でもねあの普通に見れますけど、うん、まああの中にあの、まあ、菅さんあの前総理のね菅さんが出てきてて、うん、でその菅総理がまあなんかいろいろ話してる内容、うん、これは国内の人は 知らなかった内容だったじゃないですか結局そういうことですよね、うん、まあこれがまあまああのー、その福島にトリプルスタンダードがあるっていうことを本当にまあそうちょっと想像すれば分かるっていうような感じなんですけども、うん、まあそれがねあのー、すごいなんだろうまあ言って話を聞いてるとねすげえ感じるんですよねうんうん,、まあ、んーとね 何から言えばいいんだろうなまずうんーとねまあそうだな福島県の、ま、ちょっとそのトリプルスタンダードっていう話はちょっとうん、うん、あの置いといても福島県のね中にある問題っていうのが実は皆さんの知らないような問題が結構あってこれがですねまずその 外から見ると福島っていうねこう一つの大きいあの県というか大きいところもう被災地っていうふうに一括りにされちゃってるようなイメージがあるじゃないですかはいはいところがですねその福島県の中にも格差だったりとかあと差別だったりとかあとはその言えない こと言えることっていうまあその暗黙の了解ですよね。うん、言論統制というか、そういうものがあるんですよ、うん。そうですね。あまりそういうことって聞かないですよね。っていうのもそれをなだろうそう外に出してしまうというかその言ってしまうことによって。 ま,あま,あまとめにくいっていうのはあると思ううんでですすよねねそ、うん、1まあ一つのね物事をこうまとめるというかまあ操作するにはまあ価値観というかその大きい1つにまとめた方が早いじゃないですかうん、うん、だから被災地イコールこういうもんだっていうイメージにしたいと思うんですけど実際は全然そうじゃなくて双葉町ってあるじゃないですか一番原発の被害がひどかったところ。うん あそこの人たちがまあ言ったら被害者のトップなんですよねうん、うん、福島県からするとまあまあそういうふうにな、まあ、福島県の被害者のトップという位置づけになってて他の地域の人たちっていうのはねあまりものを言えないらしいんですようほう。ああなるほどねはいはい俺たちが被害者のトップなんだからってはあ、はあ、お前らなんて そんなに大したこととねえだろうと俺たちのまあ考えとかに従えとまあまあそれは極論なんですけどまあ分かりやすく言うとねつまりそういうことなんですよだから本当にその原発はこう止めないといけないのかっていうねまあもちろん個人的に言うとまあ止めた方がいいとは思うんですけどただその福島県の中において じゃあなぜそれができたのかっていうところまでね遡って考えるとこれはいろいろお話を聞いた中でね、まあ、結局その一番最初に原発をその作ろうって言った時にねそこの町長がねうん、うん ずっとその農家の人たちは反対してて、まあ、全員じゃないですけど確実にもう反対してた人てたちがいたんですよねこんなことやられたら俺,はもう俺たちはもうどうなるんだみたいなでもそれを無視してまでその、まあ、ここに原発を作ろうということをねうん、うん、推し進めた人がいるんですよそうで,す、ねうん、でその後ですねまあずっと恩恵を受けて でまあまああのー、結局こういう風に、あのー、未曾有の大事故が起こって、うん、で彼らはどういう風に言ってるかというとうん、うん、これがねちょっと驚いたんですけどねいろんな町とかあと県外の人たちが疎開地ということでね、うん、まあこっちは染料が少ないからこっちにおいでとかあの安全だから おいで,でしかも同じような福島県内の中でもね線量がすごい低いところとかまああるんですよ、うん、でまあ山側の方に行ったりとかすると、まあ、結構線量が低かったりするんですよねうん、うん、でまあまあ被災地その津波で主に流されたとかしたのは、まあ、もちろん海側じゃないですか、うん、だからまあ山側においでっていう感じで、まあ、言ってるらしいんですけどうん、うん、どうもね そんな不便なところには行きたくない海側の生活に慣れてるからここの生活水準を落としたくないって言ってるらしいんですよここなるほどねこれはまあもちろんねあのーまあ、心情としては分かるんですよ、うん、ある日突然生活が吹っ飛ばされるわけですから、うん、それは生活水準を落としてまで生活したくないっていう。 気持ちはあの、まあ、想像すれば知ることができるんですけどただ僕そのどううななんだろうななんかその周りからね言ってるその危険だから、うん、あの絶対に避難してくださいとかねうん、うん、そうものすごく言ってるじゃないですかうん、うん、だとしてもその避難する先を納得 ししてててもももららわなないいい限りうん、うん、避難もしてもらえないっっうのが事実だったんですよねこれはね僕もねあの聞いてかなり驚きました<ー>本当のことかなとか思うぐらいねそうですねうん放射,放射線量が高くてもっていうそういう健康的な面を考えても行きたくないっていうふうに思ってるってことですよね。 どううなんでしょうねその行きたくないっていう人に直接会って一人一人お話を聞いたわけじゃないんですけど、まあ、その意見をまとめているような人たちから、まあ、お話を聞いたんですけどね健康を一番に考えてるのか生活を一番に考えてるのかはちょっとは分かんないんですけどただ、まあ、そういう事実があると。 あのいくらこっちにおいでって言ったとしてもそんな不便なところに行きたくないとかこっちの生活に慣れてるからもうそんなところに行くのは嫌なんだっていう、うん、で、まあ、その恩恵をずっと受けれたところ恩恵を受けられなくなるのが嫌だっていうこんなことを言うとね、うん、ものすごく叩かれるじゃないですか。 大体まあそうですねあまりこう表に出さない話なのでねうんか被害者に対して何を言ってんだとかそれは国が悪いことなんだろうとかってうん、うん、もちろん言う話が出てくるんですよねもちろんそれはそうだと思うんですよ、うん、最終的に悪いのはそうまあ、人災ですから、うん、福島の事故は、まあ、そうだと僕も思うんですけどただそういう問題が起こってるっていうことを 外に出さないと。うんうん、結局、その問題の根本的な解決の方法っていうのは、うんうん、なかなか見えてこないですよね。まあ、そうですね。うんうん、はい。えー、まあ、今回、このね、原発がね、この再稼働するっていうことが、どん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 今後こう決められていきそうな感じなんですけどね。で。 あの皇居前でついこの間4万人あるいは4万5千人っていう人が集まってそのまあ原発の反対デモみたいな集会を行ったっていうのはまあちょっと有名ですよね。「報道ステーション」なんかでもこのね唯一報道してくれてみたいな感じだったけどもねでそこでねちょっとねあのまあ思うんですけど本当にこの日本っていう全国民っていうレベルで考えた時に どれだけの人が反対だと思っててでどれだけの人が賛成と思ってるのかあるいはどちらでもないのかあるいは反対というよりはまあ賛成賛成する人はまあそれなりの理由とか意見があの考えがあってまあ賛成するんだと思うんですけどもえ今ね出てきた話の中でね 結局、そのまあ原発村っていうのかねその住んでる人たちっていうのはやはりその関係のところからそれなりのまあ金銭的な報酬をもらったりとかまあ経済的なその安定的保障をもらったりとかしてるっていう現実あるわけですよね。そうですね、うん、まああのー 誤解を恐れずに言うと買収されてるっていう感じですね。買収っていうかね、そういうふうに言うと結構批判されそうですけどね。でも事実、東電っていうのは地元のね、就職一流企業の就職したい一流企業の会社やったわけですよ、その若い子たちにしたらね。そそうううここことににますすね向あ就職るが 夢じゃねえけど、まあ、目標だったりとかあとはあのー、ちょっと財政が苦しくなってきたりとかするとあと1個原発こう増やまあ、あと1機増やしていいですかとかあと、あのー、設備をこういうふうにしたいんですけどって向こうからその東電の方からこうお伺いが来るらしいんですよね。その都度補助金をもらったりとかしてるわけですよ。うんうん だからつまり、まあね、この図式的には買収みたいなもんじゃないのかなと思ったんでですすけどはいはいそうですねただねやっぱりね問題は、ね、こう今回、まあ、1年前ですけどねこの、まあ、地震から、そして津波そしてこの原発の,、ねあのまあ、崩壊みたいな大事故が起こったわけですけれども。 ここまでその大きな事故が起こってもそういった関係っていうのは保障されなければいけないのかなとかですね守らなければいけないのかなっていうふうに思うしねそれとまあそうやってこの買収されてた人たちの考えっていうのは一体どうなってるのかなっていうようなこともねまあ思ったりするんですよね。 うんそうなんですよねあのー、まあさっきもちょっと話したと思うんですけど、まあ、その被災地とかあと被害者っていうねものを一つのかわいそうとか何かこう絶対に悪くないっていうねそういう人とくくりにしてしまえば、まあ、すごく話はなんか。 楽というか、まあ、その図式はすごい簡単になると思うんですけどでも実際行って話を聞くとなんかそんな簡単じゃないってことがまあ見えてくるわけですよね。じゃあその地域のなんだろう、まあ、就職というかまあそういうその働くところとかですね、まあ、そういったところはどうするのかとか、まあ、そういった問題があってじゃあ反対って言ったって ちとしても、まあ、反対をしようとしたとしても妨害される力がどこかにしかもその同じ県内の中にあるっていうことなんですよね。はあだからねなかなかねこのね溝が深いっていうのかね だからこの、まあ、国民が反対してデモしてとかっていうのもあったりとかついこの間でも株主総会があったけれども結局、会社側のその案件っていうのがねこの可決というのかそのね批准されていくような感じになったりとかっていうような感じでどこから変えていかなあかんのかねみたいな。 こともね思ったりすするんですけど、うん、あのこの間あったのって、うん、あの関西電力のやつですか関西電力のね<ー>、うん、株主総会っていうような感じでありましたよねそうですよね、うん、まあどっから変えていかなきゃならないのかって、まあ、ど,どこからっていうよりも、まあ、言うよりもっていうよりもなんかどこからではなく どこをだと思うんですよね最終的にじゃあどこを変えたら何だろう良くなるまあくなるっていうか,なんかその何かが変わるのかっていうところですよね。そこを見ていくとなんか徐々に何だろう,こうそれを変えるためにはこれを変えて,ってそ,のそれを変えるためにはこれを変えてってどんどんこう今に戻ってくるっていうやり方ができるじゃないですか。なんかなんかその目の前の前ことに 惑わされてると最後の変えなくちゃいけない部分っていうのが見えなくなるような気がするんですよまあそうですね、うん、まあどうなんでしょうねこの問題なんかこうもうもちろんね僕らからしたら結論はここだみたいな感じでまあ行きたい感じなんですけどただこのやはりあまりこういったことについて深く考えてない人から取ったらねなぜそこまで行き着くかって やっぱりり分かりにくいと思うのでね頭がいかれてると大体どうなんですかね、なんかね徐々に徐々にねまあ今回はそうやって福島にね行ってきてそして、やっぱり現地のえ人たちのまあ現実というのか現地の中でもまあいろんな矛盾があるとかですね、なってきたんですけどもこう徐々に徐々になんかこういったいろんな話をこうね 会を重ねるごとに、えー、あらゆる角度から、まあ、今回、まあ、原発に関連したような内容になってたような感じですけどもねそうあらゆる角度からねいろいろ話,して話をしていきながらなんかこの本筋というかその大本というかそこに少しずつ近づきながらそして、えー、だんだん会を重ねるごとに聞いてる人も。 はあなるほどそしたらこの辺かなっていう風になんかこの謎解きをしていくような感じでえまだ結論いかずになんか次行った方がいいんじゃないかなっていう気もするんですけどね<笑><笑>まあまあそうですよねでももうなんか結構みんな鋭いんで、まあ、ある程度なんかねこう予想はついてるとは思うんですけど、うん、やっぱりでもそうですよあの大げさじゃなくてですね うん、ものすごい影響力の強い人間たちだったら、まあ、殺されるわけじゃないですか、うんまあ、結局、そういうことですよねだから脅迫され、うんえー、圧力をかけられてそして、言い,いなりになるっていうのが大体の,、ね、あの図式かなという感じですけども何、まあ、ていうのか今回の,、ね、やっぱりこの原発再稼働にしても,もうほとんどできれいですというのかもう結論は最初から決まってた。 っていう,ようなことを、まあ、多くの人もねうんですよね、そうですよね、なんか、あのー、テレビ、まあ、おそらくこういう放送を聞いてる人って、まあ、あんまりテレビを見てない人の方が、なんとなくこう多いような気がするんですけど、なんかネットとかでね調べたら、最近は結構いろいろ出てきてるじゃないですか。うんうん だから、もうねこう気づいてる人とかいろいろ知ってる人もしかしたら僕らより詳しい人とかっていると思うんですけどやっぱり僕らもねこう命にあってのものだれ、ね、だからやっぱり殺されたくはないんでこう話すこともねこうちょっとずつなんか一気に結論まで行きたい気分ではありますけどそうですね、まあ、もうちょっとこの回を重ねていきながら。 え言わずとも感じる言わずとも理解できるっていうようなねえそんな持ってき方もあるんじゃないかなと思いますしね。そうですねなんかできるだけなんだろうこう堅苦しい感じではなくまあちょっ今回はねあの報告になったんで堅苦しい感じになっちゃったんだけどまあできるだけねあのまあフランクな感じでコーヒーでも飲みながら。うん ねこう耳を傾けてたらえそれ本当かよみたいなそうですね <laughs> でやはりね特にこのねあの橋本市長あいつは本当にいいものなのかいわゆるこのね正義なのかあるいはこの悪なのかっていうねそんなこともちょっと考えていきたいなと思いますしねそれだけじゃなくてね僕の中ではね石原都知事え彼も同じように正義なのか悪なのか。 まあこんなこともね、ちょっとね、考えていきたいなというふうにえ思ってるんですね、それからまあ野田政権、野田という人間、一体どんな人間なのか、さらには、このね、もう本当に賛否両論ある、この小沢という人間ね、こういった一人一人の人間についても、いろんな方向からちょっとね、メスを入れていきたいなというふうにえ考えております。 まあ今ねあのおっちゃんが言ったことは、まあ、全部国内のことなんですけどでもなんだろうその国内のことを話してたとしても,、うん、もう必ずね国外も関わってくるんでみんながきっと興味関心のあるその韓国とかね、うん、中国とか、うん、なんかアメリカとか,、うん、なんかそういった辺たりのこともね嫌、あのー、がおうでも関わってくるっていうかね、うん まあそういういことですねだから本当に今回の、まあ、今年に入ってからの日本の政府の、まあ、対応あるいは動き、まあ、国会の、ねえー、進み方とかあ、まあいったものを全部取っても、ね、結局は国際問題が絡んでるっていうことなんですよね。そうですねあのみんなよくこう国はバカだとか,なんかあいつはバカだって、まあ、政治家のことをみんなバカバカって。 あの言うと思うんですけどなんかそれはバカなパフォーマンスだってバカなふりをしてるだけだっていうこととかもなんかあの徐々に見えてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、うん、そうですね、まあ、時にはね本当にねあのバカなことをする人もあのいますしねバカな政党もいるんですけどね, <laughs> ねだけどあの政治っていうのはねそんなこのね目で見てねパッとわかるような あの,ものじゃなくてねそこには必ず裏があってね裏があるだけじゃなくてね裏の更に裏があってね結局はそのね表でやってることそのままやったっていうこともねあ,のあったりするぐらいにねそんんなな簡単もじんかいろいろネットでねあの表には出てこないまあインターネットで調べたとしてもその奥の奥にあの隠されてるような感じの情報とかを まあこう集めていくとですねやっぱりなんだろうな,なんかこう一筋縄ではいかないようなあの構図が見えてくるわけですよね、うん、まあそうですねだから結構みんなのねあの知らないところでねすごいことがね進んでるというかえまあ動いたりとかしてるわけですけどね、うん、そうなんですよなんかそのなんか知らないところっていうのがすげえポイントで。 あの知らないところとかその、まあ、知らされてないわけですからねそうですね知らないというかね知らされてないので知ることすらできないそれこそ本当ダブルスタンダードであの国外にいる人の方が国内の情報に詳しかったりするわけじゃないですか、うん、それもありますね例えばこうニューヨークとかね、まあ、ロンドンとか、うん、ああいうところにいる人たちが なんか知ってる日本の情報っていうのを日本人である僕たちが知らなかったりってするわけじゃないですかだ、うんうん、からんかもうそれ自体がもうおかしいというかねうん、うん、国にいるのになんで国のこと分かってないんだっていうか、まあ、それは分かってないっていうのもだってどうやったら分かるんだよって誰も教えてくれないのにっていう、うん、そうですねでまあやはりねこの世界をやっぱりこの、えー、世界に対してね、まあ、大きなやっぱりこの支配力っていうか 権力っていうものを持ってる人間たちにとって邪魔な情報まあそういったものっていうのはまず流されてこないまあそれぐらいにこのメディアっていうのはもうほとんどが彼らの言いなりでまあ動かされているというわけなんでね本当に知らなくて当たり前なわけですけどねまあですけどこのユニタイムスではですねまあそういった え知ることのできない知らされていないまあそんなこともこれから会を重ねながら先ほどから言っておりますけれども徐々に徐々にこの確信がはっきりとこの現れてくるだろうというような形で進めていきたいと思っております。んかこういう話をするとあのおそらく、まあ、どうせユダヤだろうとか。 あとどうせフリーメイソンだろうとかっていう話になると思うんですけど、えー、とそうじゃないんですよねはいえー、もっと深い話がございますそうなんですよ、はい、これはね本当に僕もおっちゃんと話をするまでそんなことは知らなかったんですけどいやーねこれは本当面白いですよ、うん、あのー、僕らがトップだって思ってるものは実は3番目ぐらいなんですよね そうですね、だってあの本当の、ね、悪っていうのは表には出ない、うん、表に出てるのは、ね、その悪ではない、悪の手先、ね、バカだっていうような感じですよね。まあ、あとはその、うん、もし表に出たとしても、悪として出ないですからねまあそうですね、はい、だからあ僕は悪ですよ、私は悪ですよ、あるいはあ,あいつは悪だってね。 そんなね分かるような形でね出てくるようなやつがね世界に対して大きな覇権、えー、というかね支配力っていうのを持つことできないのでね、はい、うんそうだと僕も思います。ああの人を操るためにはとかあとか、まあ 騙すまあ、騙すっていうかまあ人を操るですね人を操るためにはバカだとできないと思うんですよやっぱ狡猾でないとっていうかね、うん、いや本当ですよもう本当にね想像を絶するぐらいのね知能集団であり、まあえー、まあ知能を持ったトップっていうまあトップと言えますね知能を持ったトップですねだからまあ騙されて当たり前なのでね、えー、ただこの番組を通じて、まあ、いよいよもうあの今回 えー、終了時間が近づいてまいりましたけどねもうそんな時間ですか、はい、もうね30分をちょっと超えようとしておりちょっと超えましたけどもねえ超えたんですか、はいですのでね、えー、ぜひこの番組通じて少しずつちょっとこの硬い頭を柔らかく柔軟にしながら賢くなっていただきたいと思いますはいこんな感じで第1回目よろしいでしょうかねいやぼ僕はもう、あのー、サブですから おっちゃんが見えるんですはい、えー。ということでございますらしいですはい。それでは第1回目最後締めさせていただきたいと思いますが、えー、ユニタイムズ、えー、今回の放送は以上で終わりたいと思います第2回目この続きというわけじゃないですけども確信に少しもう一歩近づいていきたいと思いますじゃあ今日本当どうもお疲れ様でしたお疲れ様でしたではよろしくお願いしますさようならさよなら 皆さん